お帰りなさい。現地はどうだったの？大きな戦いになるかもしれない。皆を集めてもらえるだろうか。状況を説明したい。つまりこれまでイシュガルドに現れていたのは石膏。まもなく邪竜ニーズヘックの眷属たるドラゴン族が退去して押し寄せてくるということね。それに竜の方向が発せられた以上、残された時間に余裕はないだろう。ドラゴン族はその辺の魔物とは比べられないほど力を持っている。イシュガルドが改めて警戒するということは、当然上位の眷属も現れるはず。イシュガルドとドラゴン族の戦争、この戦いは本来イシュガルドの問題ではあるが、アルフィノ様の言う通り、ゆくゆくはエオルゼア全体の問題ともなり得るからな。そういうことだ。我々暁、それにクリスタルブレイブの双方でイシュガルド防衛に協力することを提案したい。千年もの間繰り広げられているというこの戦いに加わることになるのね。でも私たちの目的はエオルゼアの救済。暁としてできることがあれば協力しましょう。あなたもこの件を最優先してもらえると助かります。ありがとう。守りましょうイシュガルド。私はこれより各グランドカンパニーの名手に援軍を求める。クリスタルブレイブを派遣する許可も取らなくてはならない。みんなそれぞれの対応に当たってくれ。